無償屋の大念仏、無育の大念仏の五冊。大念仏行事終了後、三列車に配られる。無償屋の大念仏は、山梨県上野原市秋山の無育の地区に伝わる、踊り念仏を主体とした、伝統行事、伝統芸能である。旧暦1月16日と太陽暦8月16日の、年2回、無育の集会場に設けられた道場と呼ばれる。 会場で、白装束をまとった踊り手が、立ち、締め太鼓、棒などを振りかざし、経典を唱え、鐘、太鼓を激しく打ち鳴らしながら踊りまくる。踊り念仏の原型をよくとどめているものとして、1960年11月7日、山梨県指定無形文化財に指定され、国により1972年8月5日に、記録作成等の措置を講ずべき。 無形文化財として選択された。さらに1995年12月26日には、山梨県内では2件目となる、国の重要無形民族文化財に指定された。文化庁による、指定種別は、民族芸能、風流である。無償や甲府市無償屋の一無一区の地区のある、上野原市秋山は、 山梨県のほぼ最東端にあたり、村の中央を西から東へ流れる脇山川に沿って集落が点在する周囲を同士山海に囲まれた山村である。大念仏が行われる無償屋は、秋山川の最上流部、雛鶴峠を挟んで、鶴市と接した秋山地内の生誕、標高約500から550メートルにある山合いの小集落である。 この地に伝わる、無償夜の大念仏は、古くから無育の地区の人々により連綿と受け継がれてきたもので、太鼓や小子などの鳴り物を鳴らし経典を唱え、踊り手は立ちや締め太鼓を持ち鳴り物の周囲を巡るという、舞踊の諸言的な姿を止めており、さらに演目次第の中に病気平与への祈祷の意味を持つものがあるなど、 再始行事から芸能へと進展する過程を示すものとして重要な無形民族文化であり、かつ地域特色が濃い伝統行事である。大念仏とは、人々が一堂に開始念仏を収むす行事に踊りが加わったもので、平安時代末期の永久年間頃に天台宗の僧侶である西王大師料人が改装した有数念仏宗が、 起こりとされ、日本各地に広まるにつれ、踊り役換気の動作を伴い、次第に芸能化するようになったと言われている。一般的にはこれらを総称して踊り念仏、あるいは念仏踊り、と呼んでいるが、厳密に言えば、両者に共通点はあっても、基本的には異質のものである。踊り念仏が、あくまでも、宗教的な目的で行われる、仏教儀礼であるのに対して、 念仏踊りとは踊り念仏を基本として、次第に芸能化、娯楽化に進展、発展したもので、いわゆる風流に変化したものを言う。また、空や商人の影響から派生したものに六、再念仏がある。これは教門に節をつけた金念仏を唱えたものに、金や太鼓などが加わり、さらに、六再踊りという踊りもつけられたもので、仏教的儀礼的なものと、 風流的なものの全二者に対して、その中間的な要素を持つものである。無育の地区これらの分類をもとにして考察すると、無償屋の大念仏は随所に、仏教的要素を多くとどめながら、鐘や太鼓などのなり物、踊りの振り、道場の設置、飾り付けなど、すべての面で素朴であり、過微なものは見当たらない。特に無育の大念仏のクライマックスとも言える、ぶっぱらいに見られる。 悪霊追放の所作は、芸能というよりは、仏教儀礼要素や、主言的要素が濃い、極めて諸言的な大念仏であり、むしろ最初期の六歳念仏と見るのが妥当である。実際に1960年に、山梨県指定無形文化財に指定された、最の指定名称は、無育の大念仏であった。無償屋には、大念仏と正念仏が残されているが、 少年仏は、葬儀や荒本の際に、主に女性によって唱えられる踊りのつかない念仏で、あるのに対して、大念仏は道場を設けて行われ、踊りを伴う。かつて大念仏は、山中小村平野地区、藤川口湖町聖湖地区、大月市柳川町津の上地区など、山梨県内各所で行われていたが、ほとんどが廃れてしまい、2016年現在、 山梨県下で大念仏が残されているのは、無償屋の大念仏のみで、教門を唱えるだけの小念仏が、県内要素にわずかに残るだけである。立地方であれば風流化し、念仏踊り化するものが、無償屋の大念仏では、踊り念仏の原型を保ち、初期的な形態のまま受け継がれ、長い年月にわたり、保たれているのは、この地が、地形的に見て、 芸能電波の終着点にあたり、ここから、先の電波の経路を持たなかったことに加え、無償屋に伝わるひなつる姫伝承によるところが、大きいと考えられている。ひなつる神社。祭神は、大東宮、森吉神皇、葛城綴り連王、ひなつる姫。無育のバス停留所。背後に見える円形の石塔が大念仏供用塔で、ある。 大念仏終了後、使用した青竹や御手蔵などをここへ置く。無償屋の大念仏の起源、発祥の由来については、南北朝時代の五代五天皇の御子である大陶宮、森吉新皇の悲劇にまつわる雛鶴姫と、姫に仕えた人々の霊を慰めるために始まったものと伝えられており、六区の地区では以下のような伝承が古くから語り継がれている。 県務2年7月23日鎌倉将軍府にあった足利忠義によって鎌倉二階堂が国の東光寺の牢に遊兵されていた森吉親王は忠義に命じられた淵部義弘によって殺害されたが無念さを隠しきれない親王は死角となった淵部義弘の顔を死後も睨みつけていたためその行走に恐れをなした義弘はその子宮を 周囲の竹藪に捨て逃走した。森吉新王の寵愛を受けていた、慈悲ひな鶴姫は、新王の子宮を竹藪から探し出すと、数人の従者と共にその子宮を携え、密かに鎌倉を経った。総集各地を点々とし、やがて海脇山里へと入る秋山川沿いを遡っていったが、ひな鶴姫はその頃、森吉新王の子供を宿しており、 臨月の身重であった。秋、山川上流部は、当時人家も少なく、宿を濃い家も見当たらないまま雛鶴つる姫は、産気づいてしまう。従者たちはやむなく、付近のこの葉を集めて、人寝とし、そこを産女として、巫女を出産したが、その日は、師走の二十九日であったと言われ、真冬の寒さと上のため、雛鶴つる姫と生まれたばかりの巫女は他戒してしまった。 悲しんだ従者たちは、ひなつる姫と巫女の亡骸を手厚く葬り、森吉親王の心霊と共にこの地に祭り、永久に冥福を祈るために、ここに昨日した。ひなつる姫に同情した村人は、正月用に飾り付けておいた門松を取り払い、敷火の枝を立てて、冥福を祈ったという。 無育の地区では今日でも正月に門松を立てず、松飾りを行わない風習が残されている。また、雛鶴姫が、臨終の際に、悲しみのあまり、ああ無情、と嘆いたことから、この地が無情の野と呼ばれるようになり、無情やそして無償屋という地名になったと伝えられている。それから約二十年後、森吉新王の王子である綴り連王が、 戦乱の中を逃れ、この地にたどり着くと、無償屋の人々から、雛鶴姫の話を聞かされた。鶴玄王は、無償屋と自分との不思議な因縁を感じ、この地に住むようになり、一子孫の繁栄を見て、天寿を、全うした。無償屋の人々は、王東宮森吉親王、雛鶴姫、鶴玄王の三人を神に祀り、 その供養のために大念仏を始めたと伝えられている。このり連王は、葛城の宮とも言い,い、生死において、陸梁、または、橋領神王に否定されているが、その後半生は、行方不明とされている。また、雛鶴姫が生んだ巫女は、死んでおらず、成長して、り連王となったと、諸説あるが、いずれにしても、森吉神王と、雛 鶴姫の悲劇の故事を発端として、無性屋の大念仏は始まったと伝えられている。以上で述べたひな、鶴姫の言い伝えは、あくまでも伝承であり、文献や資料の上でこれを実証することは困難である。しかし、この伝承が無償屋の大念仏の保存、継承に果たした役割は大きく、無償屋における伝統行事としての大念仏は、 ひなつる伝説と結びつくことによって、より神聖化され数形の念をもって、今日まで耐えることなく続いてきたものと考えられている。大東宮、森吉新能、葛城綴連王、ひな、つるの三名を祀った、小さな祠らが、無育の地区の生誕、ひなつる峠の直下にあったが、この祠らのあった場所に、1989年10月22日、 ひなつる神社が混流されている。準備が完了した、道場壁に掲げられた、大祖、三上の掛け軸無償や大念仏は、旧暦1月16日と、新暦8月16日の1年に2回、取り行われる。以前は6育の地区を上下に分けた2つの地区から、年ごとに選出された投、東薬愛東薬と呼ばれる、役員個人の家で行われていたが、 今日では、地区住民によって構成される無育の大念仏保存会が中心となり、1990年3月に地区の公民館として完成した無育の集会所において行われている。大念仏志向に先立ち、会場には、道場と呼ばれる一段高い場所に、二軒四方の区画が設けられる。ここは、大念仏を取り行う神聖な場とみなされており、四隅に、 小柱と呼ぶ青竹を立て、中央にも親柱及び小地を立てる。四隅の小柱に張り巡らされた締縄には六本当ての三手蔵が下げられており、これらはすべて白色で、計24本、中央の一本を加えて、合計25本となり25菩薩を表し、中央の親柱から四隅の小柱へ向け対角線に張る縄には、 各7本宛のての御手蔵が下げられ、合計28本となり28宿を表している。また、四隅には東方に青色、南方に赤色、西方に白色、北方に黒色、中央に黄色の御手蔵が下げられている。また、道場の壁には大祖三神と称する阿弥陀如来を、中心に、右に、不動明王左に十六前進の、 計3枚の掛け軸が掲げられ、その前に供物を並べ、払いや清めに用いる塩や砂を持った皿が置かれる。志向者の資格は無区の地区在住者で、人数は約20名で行われる。各役名は、教主、金叩き、太鼓叩き、太鼓振り、一本立ち振り、二本立ち振り、棒振り、二本立ち太鼓叩き、ぶっぱらい太鼓叩き、ぶっぱらい立ち振り、 ぶっ払い太鼓振り、ぶっ払い棒振り、である。なお、各役はすべて白装束、白帯、素足で儀礼を行う。大念仏は、当日の19時から20時頃より始まり、以下に示した順序に従い、約1時間をかけて施行される。道場入り道場清め本ぶったて仮ぶったて一本立ち二本立ちぶ。 辛い念仏の蓋送りだしほぼ全編にわたり大太鼓、締め太鼓、小子による鳴り物が激しく打ち鳴らされ、勇壮な拍子と踊りが混然一体となる。一本立ち、二本立ち。小子のリズム。太鼓のリズム。ぶっらい。二アクセント。丸は、非アクセント。白節の頭に、アクセントがある。 ぶっぱらいでは、小子と太鼓はユニゾンで奏でられる。一つの強迫と二つの弱迫を基本とする白節のリズムの上に、一つの強迫と三連迫の弱迫がランダムに入る。テンポの変化や音の強弱はあるが、これらのリズムが延々と繰り返される。一本立ち二本立ち締め太鼓は、新脳の主球に、立ち持ちは、雛な、鶴姫を追ってに見立てられている。 道場入り、道場木嫁道場とは前述したように、当日作られた踊り念仏を行う場のことで、この場所へ入ることを道場入りという。まず三人が道場に向かって横一列に並び、中央の一人が大念仏教本と呼ばれる教門を唱える。唱え方と動作の形式は、主言形行事における儀礼に、ほぼ一致している。 教門が終わると、両脇の二人が砂と潮の入った皿を持って、道場の周囲を歩きながら巻いて清め、大念仏志向の準備が整う。本ぶったて、仮ぶったて道場の中央に置かれた太鼓を囲むように、演者が道場に入り、本ぶったてと呼ばれる演者たちによる教門が唱えられ、太鼓、証拠による鳴り物が始まる。太鼓の両面にそれぞれ太鼓叩き2名がつき、 証拠叩きも2名である。成り物は、次第に、激しさを増し、続いて仮ぶった手と呼ばれる、斜利教教門が始まる。演者たちは、成り物の伴奏に合わせ一心に教門を唱える。一本立ち、二本立ち、いわゆる踊り念仏の踊りの、部分がここから始まる。一本立ちを演じる三人は道場へ入る前に、締縄の前に立って、身を清める所作を行う。 三人の演者とは、太鼓を持つ、太鼓振り、青竹の棒を持つ、棒振り、一本の太刀を持つ一本太刀フェリである。このち締太鼓は、神脳の子宮に、太刀持ちは、雛鶴姫を追ってに見立てられている。三人はまず最初に、締縄の一部を指で摘み取り、以下の呪文を唱える。天竺の天の河原の水耐えて、水なき里にからちりちずを、 我が身にかけて、アピラウンケン、ソワカ、ママ、イクの大念仏、秋山村教育委員会呪文が終わると、鳴り物が始まり、太鼓振り、棒振り、一本立ちフ蹴りの順に、道場へ入り、大太鼓の周囲を時計回りに回りながら踊る。回り方は、最初に静かに3回太鼓の周囲を回り、4回目からは、鳴り物のリズムが早く激しくなり、演者もそれに合わせて、 激しく踊る。この激しい踊りを3回繰り返し、太鼓の周囲を、計6回回り1本たちは終わる。続いて日本たちの演者が1本立ち演者と交代し、呪文を唱え道場に入る。呪文の所作は1本たちと同じである。日本たちの演者は太鼓振りと、両手に1本ずつ、計2本の太刀を持った日本たちフェリの2名である。 踊り方は一本立ちと同様に前半の3回は、静かに、後半の3回が激しく行われる。後半3回の際、日本たちの立ちが、罰状に交差するチラシと呼ばれる所作を行う。ぶっぱらい教師による祈祷部、パライ動が、5.9秒を59フレームに分割ループ。ぶっぱらいとは、病気兵優のための、お祓い、祈祷とされるものである。道場とつながる。 手前の部屋に寝具を敷き、病人に噴した者が寝る。枕元には見手蔵を9本刺した、祈祷用の腰と呼ばれる三方が置かれ、その脇に教主がつく。教主は、ぶっ払いの最中、祈祷文を唱えながら、見手蔵で病人に噴した者をすり続ける。成り物が始まると同時に、 道場内で一本立ちと同じ踊りが始まり、太鼓の周囲を三回回ったところで道場から飛び出し、太鼓振り、棒振り、一本立ちフェリの順に、病人に奮した者が寝ている寝具の上を次々に飛び越える。鳴り物のリズムが激しさを増し、演者の動作も激しさを増す。鳴り物の打ち締め太鼓と証拠を打つ奏者は、心霊が乗り移ったように狂気の振りとなって、 頭の上に楽器を上げて打ち続ける。楽器を頭に被るような動作から、この状態をぶっかぶりと呼ぶ。やがて棒振りが、青竹の棒で寝具の掛け布団を素早く払いのける。ぶっ払いという呼び名は、この動作を指したものである。病人に噴した者は寝ていられなくなり、寝具から離れることによって、病気回復の象徴とし、ぶっ払いは終わる。 念仏の蓋、送り出し念仏の蓋ぶっぱらいが終わり、教主が病気引き取りの祈祷を行うと、これで踊り念仏がすべて終わったという意味で念仏に蓋をする。道場の中心で参加者全員が、南無阿弥陀仏で始まる教文を唱え行事の区切りとする。念仏の蓋の儀式が終わると、道場は片付けられ、送り出しの儀式が行われる。大念仏で使用した。 青竹、三手倉、締縄などは束ねられ、六育の集会場から100メートルほど西に位置する、剣道沿いにある大念仏供養塔へ運ばれ置かれ、一連の大念仏が終わる。前述したように無償屋の大念仏は、踊り念仏の初期形態を留めるものとして、ご来中の庶民文化資料修正、民間芸能、佐藤森さんの無償屋の大念仏、後見学園短期大学の、 山梨県秋山村調査報告書及び、無償屋の六歳年物調査報告書、東京女子大学民族調査団の甲州秋山の民族など、複数の民族学者や民族学研究団体により調査が行われ、その民族資料価値が指摘されてきた。また、1972年から翌年にかけ、 国学院大学の芸能史研究会が文化庁の三住春を監修の下数回に及ぶ現地調査民族採集を行い雑誌民族芸能に詳細な報告書を発表している太平洋戦争中でも中断することなく例面と継承されてきた無育の大念仏校は約50世帯ある無育の地区住民全員が後員であり文化財指定以前は 大念仏で清めたお札をカッコに配って、錠材を集めていたという。文化財指定後は、県や国からの補助金によって運営されており、1973年10月4日に、無育の地区住民から構成される無育の大、念仏保存会が設立され、無育の地区在住の小学生や、中学生が参加するなど、後継者の育成が行われている。以下2点の文献を主に用いた。 さらに補足として以下の文献を参照した山梨県内で指定されている国の重要無形民族文化財ありがとうございます